ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さんこんにちは、です。ミネオです、本日開花の扉第23話、こちらの方のクリア、動画見ていただきたいと思います。なんと久しぶりに、クリフトさんが活躍するのかしないのか、ではご覧ください。どうぞ。はい、ここ最初ね、二軸尺が必ず突進してくるんで、このような配置となっております。で、ここ下手するとセラフィーさんワンパンで死んじゃうんで、それだけ HP を持ってください。で、ここでもうエスターフが HP 回復を使ってしまう。で、サソリさんかばってもらうんで、ここは、1段階ね、戦いの歌入れていきます。で、とにかくこの石像がややこしい。もう石像だけ、ほんと。ということで、ここをとにかく石像を削っていきます。で、ここ来ました、クリフトさん。出番。ね、ここ足止め。よし！で、この移動をね、移動がもし決まらなければ、やり直してください。ね、移動が決まらない間、やり直してください。いいぞ、クリフト役に立った。いいぞ。はい、で、サソリさんはとりあえずこの後ね、かばうように下に降ります。はい、身代わり入れていく。はい、2ターン目だ。はい、ここではい、ファイヤーのまさかのクリフトさん殉死。はい、ということで、でここで一旦回復を入れていきたいと思います。あと、石像の方は次の一撃で多分いけると思うんで、はい、ここで一旦、迷ってますが回復入れていきましょう。だいぶ迷ってるよね、うん。まあとりあえずここは3人回復でいいと思います。はい、そしてここね、はい、ジゴスラッシュ、はい、ジゴスラッシュで、はい、回転蹴り、はい、ブシャッ。これで、ワンチャンね。はい、OK。で、右腹弱がここで体勢上がってくるんで、ここで一旦カバーをやめましょう。これで、ね、次攻撃耐えれないんで、どうせ。なので、ルカに入れていきます。やることないんでね。やることないから、おっと、守備力下がる。ラッキー。はい、3ターン目だ。で、ここで、これ来ちゃうんだけど、もうこれ仕方ない。残りは主軸2人頑張ってもらうしかない。ね、はい、ジゴスラッシュ。そして、はい、回転ゲーム。いいぞ。はい、4ターン目。ね、ジゴスパークは大丈夫です。耐性あります。はい、全然大丈夫。HP 盛りしてますからね。大丈夫です。OK。いいダメージ。いやー、これさ、しびれちゃうんだよな。でも俺は諦めない。いやー、これ両方しびれたら最悪だけど、まだ一人だから大丈夫。よーし、ちょうどうまい具合来てくれたんで、ここで回転蹴りを入れていきます。で、これ会心出ますけども、ここでね、最悪必殺使えばいけますんで大丈夫です。はい、というわけで、まあギリギリっちゃギリギリなんだけど、まあクリアということで。クリフトさん、あまり役立たず。あれ、足止めれる人やったら誰でもいいんじゃないの、あれ。ワンちゃん。はい、そんなことないです。はい。ということで、ね。一応じゃあ、この後、特技と装備、また見ていきたいと思います。エスタークさんは HP 盛りの天魔の斧にハグルメタルの盾。特技は一応ジゴスラ、ね、一撃プラス10にしております。で、サソリスさん、
一応ハグメタの剣と桜花の鎧。もう触ってないですね。はい。で、奇跡的にルカに覚えてたっていうね。はい、我らクリフトさん、素早さもりもり、すいません、あまり役に立ってません。運営さん、開花の時待ってます。はい、デボラスさん、はい、素早さ下げてます。で、ハグメタ鎧ですね。で、回転キックはプラス10、ブチギレプラス8、使ってないですけどね。はい、セラフィーさん、やっぱ1凸あった方がいいのかな。うん、ちょっと厳しいよね。はい、落ち合いのと水の羽衣もこういう形ですね。はい、はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。またよかったら遊びに来てください。失礼いたします。